京都へおいだすどうも、Mr. 京都、あっきです。はい、本日はラーメンです。今日はですね、今から約1年前にラーメン界に旋風を巻き起こしましたバンダイヤ大門とミスター京都アッキーのコラボラーメンスーパーブラック以降ですね、新たな新作メニューが出てなくて、ほんでまたイベント以外のバンダイヤさんの動画を全く撮ってなくて、最近になって視聴者様からですね、久しぶりにバンダイヤさんの動画が見たいというコメントと、新たな新商品のラーメンを大門と考えてくださいっていうコメントをいただきましたんで、はい、大門に頼みましたところ、はい、11月の日曜日に限定商品を販売しようじゃないかということで、はい、引き受けていただきまして、新たなメニューが登場いたします。ラーメンの名前は聞いておるんですけども、もう11月もう寒くなると思うんですけども、最高の一杯になると思います。名前を聞いただけで食欲が湧く、僕も想像しただけでよだれが出てくるんですけども、はい、ということで本日はそちらのラーメンを、はい、実食させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。はい、ということでやってきました。いや、久しぶりですね。撮影はプライベートではしょっちゅう来てるんですけど、はい、来てきます。はい、ということで本日はバンダイヤさんで11月限定、はい、日曜日のみ限定になるんですけども、はい、久しぶりの新メニュー登場いたします。はい、今回のラーメンはですね、3年前ぐらいに非常に好評やったあのカレーラーメンがあるんですけども、それを再度再現してほしいということで、バンダイヤファンの方から、結構メッセージをいただいておりまして、なんとそれのブラックバージョン、スーパーブラックカレーが登場いたします。はい、いや、どうですか、むっちゃうまそうでしょ。はい、ということで今からスーパーブラックのカレーラーメン、はい、実食させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで来ました。本日は11月日曜日限定の商品となりますスーパーブラックカレーラーメン、すごいっすよ、むっちゃいい香りしてるわ。でこれが肉増しですね。肉増しはバンダイヤ名物、はい、別途500円。ほんでこちらがスーパーブラックカレー、はい、来ましたね。むっちゃうまそうですよ、濃厚ですね。1日日曜日限定15食で提供されます。ほら、むっちゃうまそう。料金は900円です。はい、ということで実食していきます。来ましたよ、スーパーブラックカレーラーメン、以前のカレーラーメンのブラッシュアップ。はい、大事に。これね、1からから3からまで選びます。はい、とりあえず1から。うまー、むっちゃ濃厚っすね。もうこれ3からなんすか。これ1から1からでも辛いっすね。辛い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 まま辛い、うん、だから3からでも食べられない。マジですか。僕はちょっと食べられない間違いないから1からでもちょっと辛いぐらい。むっちゃスパイシーです。美味しいでしょ。むっちゃうまい、むっちゃうまい。1からでもピリピリしますけど、あの後味がしっかりカレーが残るように、むっちゃ残ります。で最後の方もちょっと甘みが取ってくるような感じで、そうそう、フルーティーなね。大門、うん、すみません、あの3からにしてください。はい、ええのしてください。ほんまにええの。はい、ちょっええのほんまに。はい、お願いします。3からやで。3からいくで。はい、1でも結構辛いよこれほんま、うん、はい、でこれで2から、これで2から、これで2から3倍入るの
いいの、ほんまに。あ、いいですよ。はい。はい。こんな形になります。三からです。食べ物ちゃうな。やばいね、これ。これはちょっと変態や。変態やね。でも濃度が上がってむっちゃうまそう。はい、皆様ね、ぜひ1からで食べてください。僕は辛いのが好きなんでね、3からでお願いしましたけど、3からでこれです。チャーシューもね、普通でも結構入ってますこれ。はい、いっぱい食べたい方は肉増しで、はい、このバンダヤチャーシューにこのカレーのラーメンが合うのかどうか、いきます。うん、チャーシューにもぴったりだね。うん、いや、さすがっすね。このカレーラーメンをほんまに本格的なあのカレーの味を残しつつ、またあのスーパーブラックの旨味も入り込んだ、そんな感じのラーメンになってるんで、ぜひ皆さん食べてほしいね。うん、もう僕ぐらいの変態は3からでも美味しいですね。めっちゃうまい。この濃厚に絡む麺、これ見てください。これは皆さん見たら食べたくなるんじゃないでしょうか。これ、最初の麺バギームじゃない。どんだけ絡むねんというぐらいスープが絡んできますね。これうまいわ。想像以上です。もう以前のあのカレーラーメン超えてます。めっちゃうまい。うまいですね。あの3辛にするとね、やっぱりあの唐辛子であのかなり濃厚なこってり感が出るんでね、あの麺と一緒にスープがなくなるんで、はい、オイスープ OK、 はい、3からでスープがなくなった場合はオイスープしていただけるっていうことですね。無料でオイスープできますんで、ほなチャーシューぶち込みます。うん、むちゃくちゃうまいね。うまい。さすがですわ。このご飯にね、このカレーをたっぷりね、あのカレースープにしっかり浸したこのね、バンライチャーシューをのせてくるっと巻いてね、これですわ。これは間違いないでしょ。うん、抜群、むっちゃう。もうカレーもかなり濃厚なんで、ほんまあのカレーライスって言ってもおかしくないぐらいの濃度ですね。リゾットですね、これ。米をぶち込んで、もうまさにもうほんまにカレーライスですよ、これ。この濃度ですよ。めっちゃうまい。うまい。ここにチャーシューをぶち込んで贅沢に食らう。これもまたうまいでしょうね。うん、たまらんわ。辛い。でもこれがまたうまい。いや、
うん、2回だけで。うまかったわこれ。うわー、今日は3カレーでいただきますけど、いやーむちゃくちゃうまかったね。ほんまに濃厚なカレーで、もう本格的なスパイシーカレーでね、ほんまうまい。ご飯にも合うし、チャーシューにも合うしね。このラーメンが11月限定、日曜日限定でいただきますんでね、皆さんぜひね、食べていただきたいと思います。3カレーは言わん方がいいですね、はい、ということでむちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。大門むちゃくちゃうまかったです。ちょっと辛かったでしょ。いや、むちゃくちゃ辛かったです。うまかった、うまかった。でも3辛したらあかんない。3辛はあかんわ。やっぱり1辛ぐらいでしたかな。うん、でも激辛好きにはたまりませんね。はい、ぜひ皆さん試してみてね。ほんでここまで濃厚なカレースープの出すラーメンはないですわ、ね、結構あのドロドロでしょ。ドロドロ、はい、あれがまたね、美味しいです。はい、ということで、11月日曜日限定15食、はい、1杯900円でいただきますので、皆さんぜひ食べに来てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。